ネット競馬ニュースフラッシュ、こんにちは。12月3日木曜日、馬術文化応援アイドル桜花の奇跡一ノ瀬慶奈です。本日も重賞出走予定馬より調教推奨馬を挙げさせていただきます。題して慶奈の調教推奨馬。まずは今週12月2日水曜日の立冬見保の追い切り時計から確認していきましょう。まずは立冬から。私が見た時計では6波論80秒台を切ってくる子が今週もいますが、先週より少し時計がかかっています。販路では50秒台を切る子が今週も出ていません。見る限り一番時計は4波論50秒8が1頭のみで、それ以降は51秒台と続いています。続いて美穂です。南ウッドは5波論64秒台が早めの時計という印象で、先週より早くなっています。販路では今週も50秒台を切る子はいませんでした。一番時計は4波論51秒1で大きな変化はなさそうです。よければ参考にしてみてください。まずは土曜日、中山競馬場で行われるステイヤーズステークスより、1頭目はしっかり追われた調整を消化、こちらシルバンシャーです。はい、最終追い切りは立冬販路を馬なりで消化。注目したいのは2週前にシーウッドで初めて7波論から追い切られて、6波論80秒6は自己ベストの時計で、ラスト1波論は12秒0をマーク。1週前にもシーウッドでいっぱいに追われて、姉妹は11秒7をマークしており、楽しみな仕上がりかと思います。続きまして2頭目はいいフットワーク、こちらヒュミドールです。はい、最終追い切りは美保南ウッドで、外寄りを硬さのないフットワークで消化。1週前には5波論68秒0、ラスト1波論が12秒5をマークで、3波論からラスト1波論の時計は自己ベスト級でした。時計は目立つものではありませんが、状態的には悪くないと思いました。気になります。続きまして阪神競馬場で行われるチャレンジカップより、首の使い方も柔らかく、こちらヒンドゥータイムズです。はい、最終追い切りは立冬シーウッドコースで6波論82秒に、ラスト1波論が11秒9をマーク。コーナリングしてくる時から馬体も張りがあって、非常に良いフットワークに移りました。6波論82秒台くらい速い全体時計は久々にマークしていますし、1週前には新馬相手でしたが1秒追走して 0.7 秒先着する好内容を消化。状態が良さそうなので楽しみです。さあ、それでは日曜日に中京競馬場で行われるチャンピオンズカップへと参りましょう。無駄のないスタイリッシュな動きの2頭、1頭目はこちら中和ウィザードです。はい、1週前追い切りは立冬シーウッドコースで6波論82秒1、ラスト1波論が12秒2をマークし、合わせたオープン馬の平ボクラターシュを 0.5 秒追走し、楽に 0.3 秒先着。馬体に無駄もなく非常に好印象でした。最終追い切りの販路でもレースに向けての完成度を感じさせるものでしたし、楽しみです。そして2頭目はこちらアルクトスです。はい、1週前の販路では4波論51秒6、ラスト1波論が12秒3をマークし、自らハミを取って走っていく前向きさを感じました。最終追い切りも販路で追い切られましたが、このパターンは新馬戦調整時以来の調整内容。どちらも追走導入の内容で、追ってどうなるかも楽しみな仕上がりだと思います。続きまして両馬同士の追い切りが気になるということで、今回クリソベリルとサンライズの馬が同じ音なし厩舎さんから出走予定ですが、最終追い切りは合わせ馬で半馬で追い切られました。ということで、まずはサンライズの馬から。はい、4波論54秒6、ラスト1波論が12秒5をマークし、半馬の外目を非常に楽な手応えでまっすぐと駆け上がってきました。最終はいつも結構しっかり追っていますが、今回レース感覚も詰まっていますし、馬なりでクリソベリル相手にここまで動いているのは気になりました。そして合わせていたのがこちらクリソベリルです。
はい、正直もっと動いてほしいなと思う気持ちもありましたが、今回の追い切りを振り返っていくと、2週前には1等ハンドで4波論51秒4、ラスト1波論が12秒6をマークし、自己ベスト級の高時計。1週前も時計的には良かったですし、それで最終追い切りが4波論54秒0、ラスト1波論が12秒5で、サンライズノバを追走してのものならばまとまったと考えていいかなと判断しました。推奨させていただきます。そして最後の1頭が反応グッド、こちらアナザートゥルースです。はい、1週前追い切りは一かき一かきに迫力がありました。最終追い切りは日本南ウッドコースで5波論66秒8、ラスト1波論が12秒5をマークし、1.2 秒追走していた相手を騎乗したミルコ・デムーロ騎手の手が動くとあっという間にかわしていきました。この反応の良さはレースでも武器になりそうですし、楽しみです。ということで、今週もみんな無事に、非常に悩みましたが12月も競馬を愛して楽しんでいきましょう。以上、ネット競馬ニュースフラッシュでした。